自民党の菅前総理大臣と小泉進次郎元環境大臣が昨夜次世代のリーダー候補とされる閣僚経験者の3人と会談しました菅前総理と小泉氏は東京都内の日本料理店で行われた萩生田前政調会長加藤元官房長官武田元総務大臣の会合に参加しました 定期的に会合を開くなど連携する萩生田氏ら3人は、頭文字を取り HKT とも呼ばれています。出席者によりますと、会合では現在の自民党内の情勢などをめぐって意見が交わされ、菅前総理は聞き役に徹していたということです。今の国会での政治資金規正法の改正が確実となり、 9月に予定される自民党総裁選などに長田町の関心が移りつつある中、岸田政権と距離を置く菅前総理、小泉氏の動向は様々な憶測を呼びそうです。一方、岸田総理は昨夜、最側近の木原幹事長代理を皇帝に呼び、密かに会談したものとみられます。